堂筋との交差点付近左、船場中央三交差点、右、旧太郎町三交差点平面道路に挟まれた、船場センタービルの上は両端に高架道路が通り、一段高くなっている中央に、阪神高速13号東大阪線が通っている。阪神高速13号東大阪線と並走する中、中央台通中央台通は、 大阪府大阪市のほぼ中央を東西に通る大阪市道地区交付改線の通称。一般的には接続する国道308号の一部区間も含まれ東大阪市においても中央台通と呼ばれることが多い。ほとんどの区間において道路の中央を阪神高速16号大阪高線、13号東大阪線が通り、その下を地下鉄中央線。 近鉄京阪ら線は通っている。大阪市都心部の船場においては、阪神高速及び高架道路下が船場センタービルとなっている。中央大通船場地区貫通の木、戦災復興都市計画によって、1962年から1970年にかけて新設された都市計画道路。ただし、潜在復興事業の対象外とされた船場及び上町では、 万博関連事業として整備された。正式名称は、実行平岡線。福音は、最大80メートル、車線数は、最大 14? 都心部では大規模な立ち退きが必要となり、船場では、東物町南部、北九太郎町北部、上町では、農林橋詰町北部、両替町南部、農林橋北部が道路用地となった。これらの移転先として、 船場センタービルが建設され、同時に船場中央の住居表示が実施された。なお、現在では、東物町北部は南本町に編入、北九太郎町南部は南九太郎町と統合されて、九太郎町に改称、両外町北部は時和町に編入、農林橋爪町、両外町南部は農人橋に編入されている。渋滞緩和のため、御堂筋と 堺井筋をまたぐ、高架道路が西本町交差点の人橋交差点間に、谷町筋をまたぐ、高架道路がの人橋交差点、方園坂交差点間にそれぞれ設置されている。また、船場センタービルがある区間は東行きと西行きで、交差点名が異なっている。淡沢市交差点異性は、歩道が広めに作られている。また、弁天町駅前交差点異性。 朝潮橋までの約1 9トルは歩道と分離された道路交通法第2条第1項第3号の3の規定による自転車道が設置されている。西端付近の朝潮橋交差点で国道172号と合流する。その先は大阪港を経て南港方面へ至る大阪港先ストンネルに通じている。東端の統一された認識は定まっていない。 考えられるのは国道479号との交点不動159号、平野森口線との交点国道1759道との交点の3つであるが、一般的には国道1759道付近までを中央台通と呼ぶことが多い。深江橋交差点の200メートル東には案内標識が設置されているが、伊藤の案内標識は国道308号のみが表示されている。 ちなみに、千日前通りの東端は、大阪内環状線との交点である新深江、交差点、勝山2の東端は、大阪市と東大阪市との境界である。並走する地下鉄中央線、近鉄京阪な線は、淡沢駅の西側を境に、西側では道路中央部の高架を、東側では地下を通る。さらに、荒本駅の東側を境に、 東側では再び道路中央部の高架となる。朝潮橋交差点西本町交差点中央区役所、より西を望む森の宮駅前交差点2005年度平日24時間、交通量大阪市内のみならず、大阪府内でも有数の幹線道路であるため、渋滞が多い。特に渋滞の激しい場所。ありがとうございます。